試合をしたいのだね。なぜ私が試合をしたがる。先日バキが実行した受刑者間にあの反響が凄まじい。私の口からは言いにくいな。言ってみろ。君やゲバルが外に出られることと立場の強さによるもの。坊やの強さの方がよりピュア。あくまで噂話だ。だから言いたくなかったのだ。プレジデントは確か招待状を出しておいてやる。我がアリゾナ刑務所が一大格闘イベント、史上最強の少年、ケーブルテレビに権利を売り、ちまちま道路なんか掘らせるより、素晴らしい、羨ましい。街の誰もが振り返る、おびただしい薬物の投与により最大の生きがいであるはずの、あのにどうだ、かつての傲慢さをそのままに、かつての威厳をそのままに。ずうずうしいだけよ。世界中から見放されても、レディーに三度も言わせるつもりか。私だってギリギリさ。君の望みを叶えよう。お前の名は全米に知れ渡る。焼きが回ったかい、チェイン。やろうとしてるのは所詮喧嘩だぜ。どういう意味だ。こういう意味の。どちらか一人でも動いちまえば嫌も。始めるというのか。純粋じゃねえんだよ。あんたは誰に見てもらう必要があるんだい。両指をつながれているんだぞ。喧嘩を売ってるのは俺。それに。あんたほど不自由じゃない。気の毒なほど不自由。相手に見えるのかと聞いている。自分の見てくれを気にしてる時じゃねえぜ。今追いついたよ。今まさに試合開始だ。オーガのせがれだけのことは私が間違っていた。許してくれ。お待たせした。俺もこのままってわけにはいかねえな。はあ、まだ十分とは言えんな。せえな。腕の血液は内側にある。手に怪我をした際、止血のため脇ほど広背筋が発達するな。両脇をきつく締め、血の気のない腕も指も振る。物知りなんだね。ぶっ壊れた壁一枚隔てちゃいる。二人はすでに重い。かなりいいぞバーキー。ここまで体重を乗せることはなかなか。バーキー、こっちへ来いよ。壁がどうなったかって、そこをどくんだカックス。手足をこう、こう、わかるかな。何回ぐらいやったのかな。その後こう打ってたよ。なんでかって隣行っちまったもん。っていうか、ずっと権力とかさ、規則とかさ、そういうのに縛られないって意味だもん。違うんだ、誰でも分かることさ。鉄の塔はぶち破ってさ、そこからは意外にもその視線は静かで、起き上がりざま、バキがミスターオリバに難なく、まるで聖火ランナーのように自分の耳を疑ったよ。最深部は30センチにも達していた。あの人は謎の多い人だからね。息を飲んだよ。うつ伏せが仰向けになっただけとはいえ、最強ビスケットオリバのこの感覚、甘いし、5年前と同じ味わい尽くしたあの感覚、懐かしい。あれが始まっている。なんか溶けてね。そしてトロトロに。水よりもっと柔らかい。そう、跳ね上がったんだよ。彼が横たわっていたコンクリート、伝説は知っているが、もちろん初めて目にする。その鍛錬によってのみある男に重なったのだ。誰もが知るあの男、武蔵宮本に。そんな希代のマーシャルアーティストに。遅いぞバーキン、いい感じだ。私は期待せずにはいられなかった。かつて見た日本の映画、そんなアンスポーティーな結末。大変なスイッチを押してしまったよ。行かせてもらおう。何が起こったのかを。まだ二人とも動いていません。ヒット、
その後の映像が示しています。スタートから1秒後ということです。オリバが無抵抗じゃないか。ミスターオリバの意識がなかったからです。やはりそうか。やはりハンマの血、トール・ノーレット・ランダーシュ、意識という幻想。 0.5 秒遅れてやっ、動けと命ずる 0.5 秒前に、意識はまだ 0.5 秒後、信号を発してから意識する。やりたい放題というわけは、それをものにしたらが、お前に 0.5 秒をギフトした。日本武道にだけ存在した。なぜなら私には、ほらいるじゃないですか。だからこの技の凄さは分かります。人の体なんて角だらけですから。驚いてましたよ、表情からもありありと。悪魔の子私には思い当たる節があるんです。何本ものワインも空になり、見てな、頭の後ろを通過し、力の入れる箇所を順番に変えて、マッスルコントロールというものですか。早い話、全身どこにでも力を内側からの力で弾く。考えてみりゃ前にも同じことがあった。筋量にあまりの差があるので気づかなかった。やってみろ、やってみるね。他の方法もなさそうだしな。合体術、体重60キロの先生が見せたミラクル。ショップの動作に稼働する関節、ショックアブソーバーが存在するということ。それに動作に必要なこのクッションを、換気とは鉄球になれる。動く人間相手だとなかなかこうもいかんなね。我々は固唾を飲んで見守った。とその時だった。丸のみだよ、これも戦い。捉えたばかりの生命力あふれ、数ブロック先の自宅へ急いで着替えるほど衰弱していた。閉じ込めるという行為のもたらす、ましてやバギはオリバという万力。似ようが役をルールのあるリング上の試合から、ここはリングのような優しい場所ではない。バギ、君の口からだ、君の口から告げるのだ。深く関わりすぎた。ルールやレフェリーが決められるはずがない。どちらかが負けを認めるか、他に方法はない。俺の口から敗北を認めてほしい。確実に敗北に近い。なめたらいかんぜ。このガキ、お互いこれ以上何ができる。小細工を漏して勝ったところで、ままじゃもったいない。殴り合おう。そもそも二人は戦ってるわけだから、足を止めて男らしく堂々。自分より100キロも軽い少年から言われたんだもん。絶対に打ち合うな。アイアンマイケル、その人殺されるぞバキ。言ってることがあまりにも正しすぎて、ミスターの正面には立たない、立てない。分かった、勝ち十分ってわけだ。誰も止められない。おそらくはこの惑星誕生以来の。近いんだね。分かっていることが一つ、オリバに勝つ。それは力で、真正面だけ、向こうの壁へ。全員がキャップを取っていた。あるんだね、ああいう戦いが。私、今私を追い詰めつつある。自分の前には誰もいない。医務官に連絡を、急いで。イエス。マリア、あの子に負けたね。うん、歩けないよ、もう。ここまで来るのだって精一杯なんだ。私を運ばせるつもりかい？その権利は誰にも渡さんさ。全受刑者に知らせがあると。
耳の早い諸君の方、私はバキハンマに負けた。アリゾナ州立刑務所のナンバーワン。ところがだ、俺にはそれが我慢できない。こいつがいなくなればいい。社長、手続きしてくれ。本日出所だ。4000人の脱走よりはいいだろう。本当に驚くほどあっけなく出所は、ビスケットオリバの押し付けた状況までのヘリによる空からの警護。あのアンチェインに力で勝った。困る成長ぶりではないのかね。バキが知恵を振り絞って考案した敵とみなしての幻影バトル、見事な切り返しだったと私は見て、アメリカ一世界で最もパワフル。君ですらが一目置くあの怪物。今やバキはこの地上で最も。喋りすぎだぜ、ストライダーも。話題は変えよう。これらの剥製が仮に生きていたとしても、今のバキはこいつに勝てるか？やれば造作もねえ。これならどうかね。手こずるな。ならば。いい加減にしねえか。お茶を前にしたガキじゃあるめえし。もう質問はしない。二度としない。そしておそらくは君は今、私の好奇心を笑わないでくれ。生涯最大の敵ときやがった。君はこいつに勝てるかな。ねえ、勝てる。ねえ。地下701メートル、1億9000万年前に形成された教科書と違うじゃん。